1945年8月15日0時23分から1時39分にかけてアメリカ軍により行われた埼玉県熊谷市に対する空襲である。太平洋戦争最後の空襲かつ埼玉県内における最大規模の空襲であり、熊谷市は県内では唯一の戦災都市に指定された。熊谷爆撃とする資料もある。 8月13日、アメリカ軍、第20航空軍司令部は、第58、第73、第313、第314、第315爆撃航空団に対し山口県、光市にある光海軍工廠、同岩国市にある、浅里沼の操車場、大阪府にある、大阪砲兵交渉、秋田県秋田市にある、日本石油製油所、 群馬県伊勢崎市と埼玉県熊谷市の2都市に動員可能な最大限の航空兵力による攻撃命令を下した。本作戦と並行して連合国と日本との間で終戦交渉が進められていたが第20航空軍司令官は交渉は日本側によって遅延させられているとみなし期限間近に迫るまでに 最大限の航空兵力を発進させる準備を進め、諸作戦を8月14日から8月15日にかけて実施するように命じた。4施設と2都市が第一攻撃目標として選定された理由については、4施設に関しては重要な性、小巡攻撃目標のうちこれまで作戦が成功していなかった点、2都市に関しては、 攻撃目標として設定された180の小都市の、うちこれまで作戦が成功していなかった点が挙げられ、航海軍交渉と、朝里根の操車場と大阪陸軍交渉に対しては、昼間の攻撃計画が、日本石油製油所と伊勢崎市と、熊谷市に対しては、夜間の攻撃計画が立案された。作戦当日の気象状況が芳しくない場合、昼間作戦は、 翌日に延期されるが、夜間作戦については、気象状況に関わらず決行される予定となっていた。このうち、熊谷市は、中島飛行機の部品製造の重要拠点の一つ、または、同社製品の重要な分配基地の一つとして、みなされていた。戦後、米国戦略爆撃調査団によりまとめられた、調査報告書には次のように記されている。 熊谷は、前橋、高崎、大宮、伊勢崎、立林、紀流、小島、足利などの小都市とともに、中島飛行機の航空機生産にとって、必要不可欠な要素を含んでいる。これらの小工場は、その中心となる大田と小泉の大規模な、最終組み立て工場の破壊にもかかわらず、航空機生産の継続を可能とする。 生産の多くは大規模な部品工場に寄与する商工場において行われるため、これらの都市を攻撃目標とする価値は流通される勝部品や部分組み立て品の分散、または複製を阻止するという事実によって強固なものとなるだろう。熊谷は中島飛行機の部品製造ネットワークの中枢を成している。市内の多くの下請け工場は 下記の識別可能な主要部品工場に寄与しているものと考えられる。識別可能な工場として、秩父鉄道石原駅のすぐ南側に位置する、市内月見町の熊谷航空工業、市街地の東端に位置する、市内末広の利権工業熊谷工場、国有鉄道熊谷駅と、貨物ターミナルのちょうど南東に位置する、日の出ワークスを挙げている。 その中で特に熊谷航空工業については、中島飛行機の子会社として、部品製造やエンジン製造に関わり、中島飛行機、大田製作所や小泉製作所や、大宮製作所などの主要工場に付属する施設で、あると特定し、攻撃目標90.13から1650番に指定した。工場爆撃を目的とする場合は高高度からの、 精密爆撃が行われるのが常で、その際には m 六十四五百ポンド爆弾などが使用されたが、熊谷市に対する攻撃に際しては m 四十七、M69 焼い弾が主に用いられるなど、あらかじめ住宅地域を対象とした作戦となった。埼玉県内に初めて空襲が行われたのは九百四十二年四月十八日の同リットル空襲の際のことで、 空母ホーネットから飛び立った B-25 爆撃機のうちの1機が同日12時30分頃南埼玉郡塩止村に飛来し日本レンガ製造塩止工場付近に爆弾を投下したが被害はなかった。さらに同日12時40分頃同リットル隊の3番機が川口市野兵にある日本デーゼル工業川口工場を爆撃し12人が死亡。 88人が重軽傷を負った。この後、埼玉県内は終戦までに、埼玉県警察市によれば20数回、埼玉県市によれば40数回の空襲を受けることになり、県南部の工業地帯の所在する川口市、浦和市、大宮市といった都市や飛行場に隣接する地域が被害を受けたが、全県に及ぶ調査は十分ではなく、べてを網羅すれば、 従来の報告数を上回るものと推測されている。なお、専門家の栗田直也は、これらの多くは、アメリカ軍により設定された第一、攻撃目標としての攻撃ではなく、予定計画外に行われた臨機の目標に対する、攻撃、または、偶発的な攻撃だったと推測している。その中で、大宮市にあった、中島飛行機大宮製作所は、 アメリカ軍が設定したエンパイアプランと呼ばれる航空爆撃計画の一つとして第一攻撃目標に設定され、1945年6月10日に第58航空団による精密爆撃が行われる予定だったが、当日の天候不順による視界不良やレーダー反応不良のため実施は見送られた。熊谷市熊谷市の一日本の首都、 東京の北西約 60km に位置する熊谷市は、江戸時代より交通の要衝として栄え、1933年4月1日に、市政が施行され県北第一の都市となった。熊谷は、市政施行以前から、商工業都市として発展したが商業面では米、麦、繭の集産地として栄え、工業面では特に製紙業が栄え、 カタクラ工業などの工場が進出した。1943年、戦力増強企業整備により企業再編が進められると市内の製紙工場は、軍需生産への転換が図られ、林組、熊谷工場が、富士工機、埼玉単船員工業が、埼玉航空工業と改められた。こうした、 軍需工場への転換は熊谷に限らず製紙業の盛んな荷や本庄、藩能、松山、寄居などの都市で積極的に行われ、藩能には1945年の時点で173の軍需工場が存在したが、松山周辺の丘陵地帯では、中島飛行機や日立航空機などの軍需企業の地下工場が建設された。 1938年に衆議院議員清関菊子が熊谷航空工業を設立し中島飛行機の協力会社として板金や尾翼や後部胴体の組み立てを行ったが後に海軍の指定工場となった。また1939年には航空機工業の需要拡大に伴い航空機用ピストンリング専門の利権工業熊谷工場が 建設された。さらに1943年12月、群馬県大浦郡小泉町にある中島飛行機小泉製作所への行員と資材輸送を目的として、東部熊谷線熊谷駅から目沼駅間が開業した。これらの軍需工場には勤労動員体制が強化されたことに伴い、1944年夏頃から、 埼玉県立熊谷中学校や埼玉県立熊外、女学校などの生徒や一般市民が動員されたが、最盛期の利権工場は約5000人の行員を有していた。こうした主要工場の他市内中心部に点在する、繊維類などを扱う町工場や鉄工場が戦争の激化に伴い部品製造のための軍需工場に転換が図られたとされるが、 その規模や実態については定かではない。一方、熊谷女学校には、理研の学内工場が設置され、ピストンリングの製造や、板金作業などが行われていたほか、中島飛行機技術部、第二設計課や海軍管制本部が設置された。軍事面では、県内には、航空教育や、首都防衛の目的のための飛行場や、航空施設が数多く置かれたが、 熊谷市の近郊にある大里郡三尻村には1935年に熊谷陸軍飛行学校が設立され少年航空兵の教育が行われていたほか1944年には同校の補助として大里郡五星村と小原村にまたがる地域に小原陸軍飛行場が建設された1945年に入り本土決戦が差し迫ると 埼玉県域は関東方面の防衛を目的とする第12方面軍の指揮下に置かれ、熊谷にも東京士官クレーカの第19特設警備工兵隊が市内の熊谷中学校に陸軍航空隊が熊谷市立熊谷最国民学校や大里郡奈良村に陸軍通信隊が駐屯した。戦争末期熊谷及び周辺地域は 利権工業や熊谷航空工業などの軍事施設や、熊谷陸軍飛行学校などの軍事施設、部隊の駐屯する、熊谷市立、熊谷最国民学校や埼玉県立熊谷、女学校などの学校や寺舎を呼び、周辺の集落が関西機による、機銃装射やロケット弾による攻撃を受け、熊谷陸軍飛行学校にほど近い国有鉄道の、 カゴハラ駅も攻撃を受けたとの証言がある。証言の多くは、詳細な日々が定かでないが、利権工業と大里くん奈良村の集落に対する攻撃の日々については1945年7月28日、利根川にかかる刀水橋周辺に対する攻撃の日々については4月3日と記されている。埼玉県市によれば、県内及び、 県北部では1944年末から飛行場や軍事施設に対する艦載機による機銃装者がたびたび行われ、熊谷周辺では1945年7月10日と7月17日に大里郡花園村が7月28日に北埼玉郡で小林村と大里郡長井村が攻撃を受けたことが記録されている。大田市や 新横須賀市市によれば7月10日から8月15日にかけての一連の攻撃はアメリカ海軍第3艦隊第38任務部隊及びイギリス海軍第37任務部隊によるもので東京周辺の航空基地及び太平洋沿岸の工業施設を艦載機による攻撃や艦砲射撃により破壊することを目的としたが熊谷の近辺では 群馬県日田郡大田町や同製品村などの飛行場及びその周辺地域が被害を受けている。アメリカ軍の攻撃対象が日本の大都市圏から中小都市へと移行する中、関西機などにより事前に空襲を警告し降伏を促すビラの投下が行われていたが、これには一般市民に対して心理的圧力を与えると同時に予告を行うことで、 国際社会に対して空襲を正当化する狙いがあった。さらに、第20航空軍司令官のカーチする名少将の指揮により、ビラの10日から空襲の実施までを一元化したリーフレット心理作戦が実施され、7月27日には11都市に6万枚、8月3日には11都市に6万枚、8月4日には、 浦和市を含む12都市に76万枚を投下、作戦終了後の8月8日までに予告されたうちの16都市が空襲を受けた。熊谷市にも8月上旬にビラが投下されたが、そこには、花の熊谷忘れはせぬが、お茶の静岡先にあるあるいは、熊谷良いと航花の町、7月8月杯の町と記されていた。8月13日、 県内には F6 回ヘルキャットや F4 ユーコルセアの変態が早朝から夕方にかけて断続的に飛来して飛行場や軍事施設などを攻撃し、川越市や熊谷市でも同期による機銃装射が行われた。この際、熊谷市の南に位置する大里軍の小原、陸軍飛行場が同日昼頃に8機の F6 階による攻撃を受け、 同飛行場に配備された95式1型練習機、4式戦闘機、2式複座戦闘機がすべて破壊された。その一方で、8月14日頃には日本が、ボツダム宣言を受諾するとの噂や昭和天皇により、重大放送が行われるとの情報が、熊谷市民の間に流布しており、軍関係者の親類から直接、翌15日に、 天皇陛下により重大な玉音放送があるとの情報を得て、今夜の空襲はないと安堵感を持って迎えていた者も,もいた。本作戦には、アメリカ陸軍第314航空団所属の先導隊12機を含む2飛行大隊77機と第313航空団所属の16機の合計93機の B-29 爆撃機が参加。 このうち、第314航空団には、第8航空軍所属の10機が加わる予定だったが、作戦参加は見送られた。熊谷と秋田を対象とした作戦には、電波妨害用の特別機は参加しなかったが、第314航空団の機体には少なくとも、電波妨害装置が1台、502ユニットの電波妨害編が装備されていた。 アメリカ軍が撮影した熊谷市近郊の偵察写真によると同地域に日本軍の対空防備施設の存在は確認されなかったことから14000フィートの予定高度では対空放火は全く受けないものと想定されていた。また群馬県新田軍大田町近郊に配備された重砲軍やその他の対空防備施設を有する地域をあらかじめ 避けるような飛行経路を取る予定となっていた。これに対し日本陸軍は、首都圏の防衛のため、第10飛行士団を編成し、関東上空の防空任務に当たっていた。同士団は、終戦の時点で、千葉県東葛飾郡の柏陸組飛行場と、松戸陸組飛行場と藤ヶ谷陸組飛行場、同印馬軍の印馬陸組飛行場に、 零下の戦闘部隊を配置し、出動可能な航空機として3式戦闘機を15機、1式戦闘機を20機、2式複座戦闘機を30機、4式戦闘機と2式単座戦闘機を合わせて30機、保有していた。1945年6月、航空兵力の温存を図った上で、B-29 などの襲来に際して、戦力を集中させ、 戦果を得ることを期とした、聖合作戦が発令されたが、熟練パイロットの数は少なく、連度の低いパイロットを育成するための、航空燃料が不足していたため、戦力化には至らない、状況だった。また、校舎法については、校舎第一師団霊下の部隊が、熊谷周辺に派遣された記録はないが、 小原陸国飛行場の跡地周辺では2014年に98式 20mm 高射機関砲の砲弾が出土しており空襲の際に運用された可能性が考えられるこのほか、熊谷陸国飛行学校や市街地東部に対空火器が配備されていたとする一般市民の証言があるが詳細は定かでない8月14日16時52分 第314航空団の先導隊1番機がマリアナ諸島のテニアン島の基地より離陸を開始し、同17時15分に第313航空団がグアム島の基地より離陸を開始した。18時16分までに多くの機体が基地を離陸したが、このうち4機が離陸に失敗したため、最終的に89機の参加となった。 このほか風力測定用の b 二十九と大型救助機の合計二機も作戦に参加したが、風力測定機は主力部隊に現地の風速や風向きを報告するため先発した。この時点でアメリカ側は日本の国策通信社である同盟通信の報道により、同国のポツダム宣言受託が間近に迫っていることを把握しており、二十一時に開かれた。 太平洋戦略航空軍司令官で陸軍大将のカール・スパーツとワシントン d c の陸軍交換との遠隔会議において作戦中止が検討されたが期限を22時までとするスパーツの主張を陸軍交換も指示し期限までに日本側の正式通告がない場合は予定通り作戦を実行するように応じた第航空団は 伊予島上空を経由して、本州近海に迫り、銚子市にある、日本軍の防備施設を避けるために、鹿島灘方面から、茨城県上空に侵入し、霞ヶ浦の北方のポイントを抜け、利根川にかかる、橋梁を目標にして精神し、熊谷市上空へと飛来した。なお、各航空団に対する攻撃中止命令の、暗号コードは、ユーターだったが、軍司令部から、 中止命令は下されず作戦は予定通り実行された。第313、314航空団は熊谷市上空に達すると編隊を組まずに個別による侵入を始め8月15日0時23分に第313航空団所属の1機が最初の爆弾を投下して爆撃を開始これに続いて0時24分に 第314航空団の先導隊が0時31分に第314航空団の本隊が爆撃を開始した。本作戦に参加した89機の多くはレーダー照準による爆撃を行ったが、このうち20機はレーダー反応不良のために目視照準による爆撃を行った。なお、 日本側では爆撃の開始時間について8月14日23時30分頃、23時頃と、する資料がある。空襲後の主街地。この写真は、市内西部の石原地区を写したもので、右上から左下を通る道路は、中山道である。照明弾に続いて、無数の焼夷弾が投下されると、市内東部の助、矢田、下方面を皮切りに、本町、 元町、宮町、荒川、つくば、銀座、下石、石原、東、熊谷などといった、市街地が爆撃により次々と火の海となった。この爆撃による火災は5時頃までに沈下したが、市街地の74%に相当する35万8000坪、全個数の40%に相当する3630個が消失。 全人口の28%に相当する15,390人が、被災し266人が死亡、約3,000人が負傷した。市街地の中心部を東西に流れる星川周辺では、人家が密集していたこともあり100人近い死者を出し、空襲後は死傷者で溢れ返ったと伝えられている。市街地の中心部では、熊谷市役所、熊谷市公会堂、 熊谷地方裁判所、熊谷郵便局などの施設が消失したが、その一方で、本町一丁目の北側や中町の北側や、筑波町の一部や熊谷駅前などの地域、熊谷駅や熊谷税務所や、埼玉銀行熊谷支店などの施設、熊谷寺や高城神社や線形神社といった、神社仏閣は、消失を免れた。市の東部に位置し、 消失を免れた成田国民学校は、臨時の救護所となり、熊谷寺は、大広間を開放し、被災者の一部を受け入れた。第313航空団は1時35分、第314航空団先導隊は0時58分、同本隊は1時39分に爆撃を終え、第313航空団は7時40分。 第314航空団は8時14分までに基地に帰還した。作戦参加89機のうち8機は整備不良や搭乗員のミスなどの理由により爆撃に参加せず5機はマリアナ諸島の基地に帰還できず用島の中継基地に着陸した。第20航空軍爆撃報告書によると熊谷市の市街地を攻撃目標とした爆撃は 8月15日0時23分から1時39分までの76分間にわたって行われ、高度14,200から19,000フィートの地点から4,000ポンド爆弾6発、M17 焼い弾356発、M19 焼い弾1,372発、M47 焼い弾6,321発を投下した。 熊谷市に投下された爆弾の投下量は1、平方マイルにつき9万6833トンに、上ったが、日本の都市攻撃に有効であるとする1、平方マイルにつき2万5000トンの、爆撃必要密度の約3.87倍に当たる。この数字は、同年8月2日に行われた、八王子空襲における1平方マイルあたりの、 投下量113,857トンに次いで国内で2番目に高い数字となっている。同報告書によると、この作戦時に日本軍の迎撃戦闘機5機を確認したと記されているが、同機による航空機の喪失はなかった。また、第313、314航空団に対する対空砲火は、 攻撃目標に到達するまで行われず、事前の情報では、対空砲火は、全くないと想定されていた。攻撃目標の上空では中規模な対空砲火による、迎撃を受けたものの、作戦を通じて存在は確認されなかった。また、サーチライトの照射も2から4個確認されたが効果は、なかったと記している。一方、日本側の第一福音局が作成した。 本土防空作戦記録は、調子方面から B-29 が侵入したことを受けて、第10飛行手段各隊より航空機各4機を出動させたが、敵機はサーチライトの照射地区に侵入せず戦火はなかったと記している。なお、専門家の栗田直也は、米軍報告書に記載された迎撃機の数について、10から15機に訂正されたいとしている。 この空襲において、破壊力の強い4000ポンド爆弾が用いられたが、その理由については定かでなく、政治的、軍事的、工業的に重要ではない、軽工業建築物と住宅で構成される都市になぜ、用いられたのか疑問視をされていた。2010年8月7日付の埼玉新聞は、作戦参加した B-29 基調の、 日本の指導者に対して三発目の新型爆弾が投下されたと誤認させることを意図しているとの証言を引用し終戦を促す狙いがあったと報じている。なお、一般市民からは南の日東製粉工場に地軸の裂けるような高音が聞こえたあるいは利権の工場が青い閃光とともに大きな音を立てて爆発したといった証言があるが、戦術の基調は 爆発時の光は見えなかったとしている。熊谷市が空襲を受けた8月14日シニアには、近郊の都市や村落でも空襲による被害を受けた。北埼玉郡を市町では40個が消失し3人が死亡。道下人村では5個が消失。同埼玉村では翌朝に、不発弾に接触し5人が死亡。大里郡任せ村では13個が被災し2人が死亡。 同五星村では28個が消失し、五星国民学校が被害を受けた。引軍松山町では、ジーゼル機器松山工場に、焼夷弾が投下されたが、ジーゼル機器40年史は、消火活動により、被害には至らなかったとしている。8月15日2時頃には、小玉郡本庄町と、同朝日村でも空襲があり、本庄町では、富士ガス防石本庄工場、 本庄国民学校高層気象台本省出張所が被害を受け一人が死亡。朝日村では4個が消失した。本庄地域は熊谷と共に攻撃目標とされ29人が死亡した群馬県伊勢崎市と距離的に近いが、本庄市市は両者の登壇点の規則性の違いから熊谷での空襲を終えた B-29 が、 基地への帰還の際に投下したものと推測している。また、熊谷と伊勢崎に対する攻撃部隊は、作戦終了後に左旋回し、静岡県鴨郡下田町付近のポイントを経由して、帰還するように定められていたが、帰還路付近の東京都西多摩郡ふるさと村では、民家が消失するなど22人が被災、神奈川県小田原市では402戸が消失し12人が、 死亡するなどの被害を受けた。前者は、伊勢崎と下田とを結ぶ、直線上、後者は、熊谷と下田とを結ぶ、直線上に近いが、米軍側の報告書に記録はなく、日本側では、余剰爆弾の投機とみなされている。空襲前の熊谷市。写真中央には、熊谷市役所と、熊谷市公会堂、その右手には熊谷寺が見える。 空襲前の熊谷市役所と熊谷市公会堂熊谷空襲で消失した主な建造物について記す。大日本帝国アメリカ合衆国空襲により消失した熊谷市役所では旧熊谷町役場に機能を移して臨時復興課を設置。また同市の市議会議員らが申請熊谷建設同司会を設立し被災者の支援や復興に乗り出した。 食料は農村部に近いことから炊き出しにより賄うことが可能となり空襲の被害を免れた地域の倉庫などに貯蔵されていた缶詰、衣服、木材といった物資が被災者に支給された。また、熊谷市は木材の生産地である秩父軍や引き軍に近接していたことや軍需施設からの建築資材の払い下げが行われたこともあり、 容易に木材が入手することが可能となった。県内や群馬県、秋田県などから入手した資材により、応急住宅、簡易住宅の建設が行われ、1946年から1950年にかけて、市営住宅758戸、一般住宅3416戸が建設された。 1945年12月、多くの自治体からの支援を必要としたため、申請、熊谷建設同士会を解消して、熊谷市復興講演会が設立された。1947年12月までの2年間に、わたって、復興のための募金活動が行われ、周辺都市から寄せられた、寄付金は被災者への救護費などに充てられた。1946年2月、 戦災復興院から係官が派遣されて、熊谷市内の戦災地を視察。同夜に、熊谷戦災復興計画基本方針が発表された。同年6月には、埼玉県知事を所長とする埼玉県、戦災復興事務所が設立され、県の直轄事業として、熊谷市の復興事業が執り行われることになり、熊谷市には、現地事務所が設置された。 市当局や議員らにより議論された結果、神奈川県平塚市に習った復興計画を採用することになり、市街地のみを対象とした計画として、市内の東西を伸びる、国道17号と南北に伸びる、市役所通りを主軸に、各道路もこれに習い号う仕とする、西京園の水源から流れる星川周辺を観光通りとして整備するなどが挙げられた。同年10月、 国の示した、戦災復興計画基本方針に基づき特色ある、都市づくりを目標として、街路計画、公園緑地計画、下水道計画、土地区画整理計画の4点を重要項目とした、復興事業を行うことを決定した。こうした、復興計画は、物価高騰や財政難などの理由により当初の、計画が縮小されるなど、実現するまでに、 多くの時間を有することになったが、1959年までに、市役所通り線、星川通り線、熊谷駅前線、桜町通り線、北大通り線などの14街路、中央公園、星系公園などの10公園が完成し、近代都市へと復興した。土地区画整理については、被災面積約116.4ヘクタールに、 将来的に発展開発が予想される熊谷、箱田、石原、上野地区の一部を含めた約165.7ヘクタールの地域を土地区画整理地域として申請し、1946年9月4日付の戦災復興院の告示により決定された。この計画は、財政難などの理由により一部地域を除外して、約126.2ヘクタールに縮小した。 計画案を再申請し1955年6月に決定された。1955年の決定の際に復興事業区域を第1項区、第2項区とし、それ以外の区域を第3項区として認可。1973年6月30日の第2項区の勘治処分を最後に事業計画は完了した。 空襲により最も多くの犠牲者を出した星川では、熊谷仏教会と星川保障会の共催により、1950年から毎年8月16日の夜に、灯籠流しを行っている。1957年には、市内本国に有志によって、平和地蔵が建立され、戦災30周年にあたる1975年8月16日には、星川上に、 北村聖望作の、戦災慰例の女神像が建立された。歌人の鹿児島樹蔵は1945年3月、戦火を逃れるため、東京都滝野川区の田畑から、熊谷市に疎開したが、熊谷空襲の際には、東京に滞在していたため難を逃れた。戦後、鹿児島は同市に泊まり、旧青や麦を吹く嵐などの歌集を観光するなど活動を、 続け1952年に東京へと戻ったが、その間に熊谷の戦災を題材としたいくつかの詩を残している。作家の坪井久氏は妹夫婦が熊谷市に在住していた縁から同志を背景としたいくつかの作品を描いたが、1951年に発表した母のないことこのない母とでは熊谷の戦災を逃れ、父親の実家がある。 香川県の小豆島に移住した兄弟と戦争で家族を亡くした島民たちの交流を描いた。ありがとうございます。